はい、こんにちは、ミスターマイミさん、そして動画をご覧の皆様、そっ塾ジ久ロ部でございます。 よかったですね、最近はね YouTube が本当にね盛り上がってきましてこれもね Mr. マイアミさんが来ていただいた部分が結構大きいかと思いますよね Mr. マイアミさんのやっぱりこうね活動宣言とかね毎日のマイアミからの発信とかあそれから私がね課題で出すことをやっぱり淡々とこなしていただけるところとか本当にすごいなと思いますで今回ですねその私の Mr. マイアミさんのメッセージに影響を受けてもうね自分の作ってきた動画がもうバズりましたみたいなねすごいことになりましたみたいな形で昨日ご連絡いただきましたあそういう方も いらっしゃいますんで私とマイアミさんのやり取りっていうのは確実にですね、えー、大きな輪を 作っってて大きな影響力を持っているんだと思いますこれからもミスターまゆみさん、しっかりとね、放送していただきたいと思います。ミスターまゆみさんがすでに誰かを導いているということもありますんでね、やっぱこういう風にお互いを学び合えたり、お互いを鼓舞し合えたらいいなと思って、そっか塾の YouTube グループみたいなのがね、やんわりとできているところは非常に嬉しいなと思います。そのままうちですね、LINE グループで囲ったりとかして、お互いの動画を見せ合ったりとかね、限定動画とかを、えー、それからあの、Facebook グループでもいいですよね、そんなームーブメントができればいいんじゃないかなと思いますし、じゃあ、 YouTube オフ会とか言ってね YouTube を1本でも上げたことがある人は参加資格あるよみたいなことやったら面白いんじゃないかなと <laughs> いろんな企画が浮かんじゃいますね。はいそれでで今回ですねこの動画の後半にえー、と、こういううい話をしましまょうかあのよくね継続が難しいとか継続ができないって方もいますけどもあの私はこれをねやらない理由を探すプロっていう風に心の中で、えー、考えてるんですよ。やらない理由を探すプロ うん、私はね困難が起きれば起きるほどそれをどのように解決していつも通りの行動結果が出せるかなっていうことを考えるのがすごく楽しいんですよね。でもできない人っていうのはその自分に訪れる困難を「あチャンスだこれがあるからやらなくて済むや」っていうふうになっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。例えばどんなななやややる気をやる気気ををじゃないやらないら理由を探すプロが よくね、見つけるやらない理由っていうものを、まあ、いくつか挙げてみようかと思いますけど、例えばね、モチベーションが上がらないからやらなかったとかね、いうことがありますよね。そうなんですよ。自分の気分に左右されて、自分の気分を左右してないんですよ。自分の気分って自分が所有してますから、自分がコントロールすることができるはずなのに、自分の気分というものが、自分の肉体を支配してしまって、理性を支配してしまってるんですよね。これは非常にもったいないな、もったいないなと思います。そしてですね、トラブル。 人生にはいろんなトラブルがあります。ビジネスにもいろんなトラブルがあり、男女関係にも人間関係にもいろんなトラブルがあります。それは前提じゃないですか、トラブルがあるっていうのは。だから、トラブルが起きたときには遅いから、トラブルが起きたときにどうするってことを日々、私たちは学習しているわけなんですよね。勉強しているわけなんですよね。歴史から学んでいって、学校教育の中でも学ぶ点は結構あると思うんですよ。さあ、その中で,ですね、トラブルが起きたらどうするってことなんですよ。トラブルが起きたからできなかったって方もいますけども、トラブルが起きたからこそできるみたいなこともあるんですよね。私の場合は 車が壊れたとかね予定に遅れたとか、えー、怪我をして体を壊した入院するかもしれないと手術があるかもしれないっていうことが通常の方はできない理由になるんですけどもこれは私はね自分の運営する YouTube チャンネルという番組の一つでしかないんですよ医療チャンネルですよねトラブルチャンネルですよね車チャンネルですよね、まあ、ですから番組ができたっていう気持ちなんですよ で、多くの方が、あの、継続できない方っていうのは、こういったものが、番組のネタというよりも、自分の活動を阻む何よりもの理由っていうふうな捉え方をしてしまうんじゃないかなと思いますよね。はい。で、私もね、人生の中に、いろんなトラブルが起きることは覚悟してるんですよ。当然ですよね。だからリスクヘッジもします。リスクヘッジは私、誰よりもしてると思うんですよ。で、いろんなトラブルがリスクヘッジをしていても、やってくるんですよね。で、私の楽しみっていうのは、うん、こう、人生を、これをどうかわして、 うんやりききるることとができるかってていうゲームだと捉えてます人生っていうゲームはいろんなトラブルをどういうふうにかわしていけるかってことをね考えて実行してよしトラブルがでかいトラブルがあったけどもいつも通りの自分ができたぞっていうふうにねそういうふうなことを達成するためのゲームなんじゃないかなと思うんですよ。ですから人の失敗例に学ぶことも多いですし成功にま進することもないです慢心することもないですしね。 いろんなことと考えていいけるのかなと思いますこれからもね、いろんなトラブルがあると思いますけども、私は人生のトラブルって大体200種類ではないかなって考えています。そして200種類の全てにリスクヘッジを少なくとも1つ多くて4つしているわけなんですよね。そうなるとどんなトラブルも私は全部資産に変えることができますし、経験に変えることができますし、お金に変えることができたりとか、信頼に変えることができるんじゃないかなと思いますよね。私はね、前回、えっ、ー、と、例のやつに、 あるる月8月8の出勤が遅延してるよっていうトラブルをね、えー、抱えましたけども、これも私は信頼を勝ち取るためのトラブルでしかないと思ってるんですよ。こういうトラブルの時に、多くの方が狼狽してうろたえて、やることがないとどうしようと、自分の金はどうなるんだっていう時に、私だけはですね、皆さんとの信頼を強くするための機関にしようと強く思ったんですよ。まあ、ですんで、自分がリスクをね、承知で飛び込んでいって、 自分の責任でできることを全てやってきたつもりです。一人一人対応させていただきましたし、えー、苦言もね、しっかりと受け止めました。その結果、あ私はあ、そのね、例のやつの7月8月の遅延トラブルが起きる前よりも、私はあ、一歩でも二歩でもね、進化したんじゃないかなというふうに考えてます。こういうふうに全てのトラブルを自分をプラスアルファーにするための、その神からのね、 試練というプレゼントだというふうに考えていますけども皆さんいかがでしょうかそれではまたミスターマヤミさんと動画で楽しみましょう。失礼します。